3年前に地元のちょっとした友人から頼まれて東京までそのセミナーを聞きに行くと。でそれがすごい、お金あの儲かるらしいから、でも僕はそういうので生活してるって知ってるから一緒に行って確かめてほしいと。で本当かどうかみたいな。でと思ったんですけど、いやめんどくせえってまた正直思ったんですけど、そんなんでもまあ一応これも経験だなと思っては、じゃあもう行かない方がいいよって最初言ったんですけど、もう聞かないんで、もう来るのは決まってるって言うんで、ああ、じゃあ行きますよと。で、行ったんですね。新宿の、なんかすごい、大きいビルの、もうすごい一等地のちゃんとしたところの、でっかいところの、もうすごい会場で、2000人ぐらい、1000人以上多分入るような、めちゃめちゃでかいところだったんですね。で、そこに行って、座ってすごいなと思ってて、めちゃめちゃ人入るんですよね。やっぱ若い人が多かったですよ。そうですね、20代の人が中心だったと思うんですけど、まあ、30代とかそれ以上の方もちらほらいらっしゃって、で、どんだけこんだけの人が来るんだったらこれもよっぽどすごい話聞けるんだなとか、これすごいなと思って、もうちょっと楽しみにしてたんですね。で、まあ、座ってて、話が始まったんですけどね、社長みたいな人が出てきたんですけど、2年以内に、とにかく、アメリカが、ドルが紙くずになるみたいな話だったかな。ドルが紙くずになると。で、そこでドルが紙くずになるから、金の時代が来る。だから、金の山を、うちは買ってるので、そこに投資しませんかみたいな、大まかに言うとそんな話だったんですよ。で、その金の権利書とか、なんか向こうの金の偉い人とか、金の鉱山の話、写真とか出てきて、で、僕はそれを聞いてて、1時間、2時間ぐらいあったんですけど、もう最初の5分ぐらいで、おいおいおいみたいな、待て待てみたいなことが多すぎて、待て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 が何十個も20個も出てきて、で、終わったんですよ。で、おー、ひどかったなと思って、で、パッとこう周りを目指したらみんな、みたいな顔してるんですよ。終わった時に。いやみたいな。おーってなって、マジかマジかって。え、これ全部桜ですかみたいな思ったんですけど、桜にしてはこれ2000人多い多いと思って、この桜の方がお金かかると思って。で、そこで、まあその時2人、その人いたんですけど、ね、ちょっとどうでしたみたいな聞かれるから、え、いや、じゃ一旦ちょっと、まあまあご飯でも食べながらって言って、まあ、違うとこ行ってご飯屋さん行ったんです。で、最初に聞いたんですよね。率直的にどうだったと。そしたら二人がもう目を輝かして、その若い二人が、いや、すごかったっす、みたいな、すごかったですよね、みたいな感じで確認を取ってくるわけですよ。おーってなって、あ、なるほどなと。こんなにも簡単に、やっぱりこう、信じてしまうというか、騙されてしまうんだという、この金融リテラシーというのか、なんかやっぱりその、まあ、学校でやっぱ習ってきてないっていうのがでかいんでしょうね。わかんないんでしょうね。それがどうなのかっていうの。だから、おかしいなって思うことは何個かあったので、それをまあ説明していったわけですよ。いや、そもそもね、ドルが、2年以内に紙くずになるっていうところから始まったけど、まずその理由が提示されてないやんと。そもそもなんでそれなるのみたいなとこから始まって、いや、ドルが暴落するんだったら、為替 FX でドルをめちゃめちゃ売ってりゃ、めちゃめちゃ儲かるじゃんとか、いやいや、金上がるんだったら今から山掘っても間に合わなくねみたいな、2年とかそんなんだったらもう金先物買っときゃいいじゃんとか、なんかもう物、なんていうんですかね、もう合わない、話が合わないところが多すぎるわけじゃないですか。なので、そういうのを一個一個言っていくと、はあ、なるほど、みたいになってくるんですけども、でもそれぐらいのもんだ。だからあれが、当然その頃はそうなったっていうことは、多分あの人たちも桜じゃなくて、本当にそれで、投資をしちゃうんだと思うんですね。うん。で、結構多分仮想通貨になんかなぞらえてやってましたね。その会社のなんとか、会社が作ったなんとかコインを買っとけば、みたいな、この金の権利が、みたいな話をしてたんで、そういうふうに仮想通貨のスキームを作って、プログラムを作って、で、それを買って、その価値が上がってるように見せかけてるみたいな、でも売れないみたいな、売れるのかわかんないですけど、まあでも、その、言ったらそれを
操作するのって多分簡単なんで、その価値が上がってるように見せかけるとか、でも結局金出ませんでしたとかっていうオチなんで、オチにするつもりなんでしょうけど、それぐらいめちゃめちゃ普通の人のそういう知識とかっていうのは浅いので、もし友達が何かに投資してるとか、なんかその上場企業以外にね、なんかそういうのやってるっていうのは、いうのがあれば、とりあえず話を聞いてあげて、まあ、この動画を見せてあげてください。そしたら何かしらね、気づくことはあるかもしれないですし、そういうのはない、もう本当ないと思ってて全然いいと思うので、そういうのでもやっぱりあんだけ何千人って集まるところ、集まっていっぱいになるような、でちゃんとした会場でやっちゃうと、本当だと思っちゃうと思うんですね、雰囲気で。うん、なのでそれはすごい気をつけてほしいなと思います。株の世界って何かしらイメージ悪いじゃないですか。なイメージ悪いっていう人も多いじゃないですか。もちろんそうじゃない人もたくさんいますけど、まあ、一般の人でいや株はちょっと怖いよとかイメージ悪いよっていう人多いじゃないですか。あれ株にとか投資の詐欺がやっぱ多いんですよね。でなのでやっぱりそういう詐欺が多くて事件になってニュースになってとかなると、やっぱ株怖いよねとか投資怖いよねってなって、そういうイメージっていうのはすごい悪くなっちゃうんですけど、それってその投資っていうのが難しくて分かりにくいけど、なんとなくお金がすごい動くっていうの分かるから、そういう詐欺の題材に使われやすいんですけど、でも結局それってその詐欺の人たちは投資をやってないわけじゃないですか。やってますよっていうふうに嘘をついてお金を集めて、実際はやってないっていうのが、まあ、投資詐欺で、まあ、ポンジスキームとかそう多いじゃないですか。結局やってない人のせいで投資自体のイメージを悪くされてたりするんですね。投資をやること自体は何にも悪くないですし、それで会社がお金を得て、それを企業が設備投資に使って、でそれで企業を儲かって給料を当ててって言って経済は成長していくものなんですから、もともと株式市場っていうのは絶対いるもんですし、それがなくなっちゃうとその国の発展がなくなるわけですよ。なので絶対いるんですけど、一部の投資をやってない人たちのせいでイメージが悪くなってるっていうのはなかなか悲しいことだなと思って、はい、見てますね。いろんなところでそういう詐欺的なやつがあるので、とにかくお金をその人に渡さない、これはもう大前提として、自分にとっての大金というものをやっぱ渡さないっていうことを大事ですよね。別に本とかこういう無料の YouTube とかでもいっぱいその役に立つ情報ってあるわけですから、わざわざお金を出してっていうのはしなくていいと思います。僕の場合は全然そんなことしてないですから。そういうね、詐欺みたいなやつがなくなることもに向けても何か話せたら なとは思いますけども、とにかく気をつけてもらって、楽しく儲かれるようになれれば一番いいかなと思います。僕の場合は全然楽しくやれてるんで、全然僕なんかでできるってことはもう多分誰でも勝てると本当に思ってますから、はい。カキピーとか絶対食べないし。